これから音を聞いてください音がよく聞こえないときは手を挙げてください天気がいいから散歩しましょう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  日本語能力試験、懲戒 N1。これから N1 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。一番。 大学で女の先生と男の学生が話しています。男の学生はこの後、先生に何を送らなければなりませんか佐藤さん、先週頼まれた大学院の受験のための推薦状、来週の金曜日までに渡せば間に合いますかあ、はい、よろしくお願いします。学部での研究内容と進学するにあたっての志望動機を送ってくれたけど、 推薦状の提出先の詳細も送ってくれませんか詳細ですか。佐藤さんが研究したい研究のテーマが、進学先の大学院で研究できるかどうか確認したいから、志望動機とも関連するし、そういった情報です。わかりました。佐藤さんの今後の研究の展望も、これまでの研究内容と合致していて、説得力がありましたね。そうでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 男の学生はこのあと先生に何を送らなければなりませんか 2> 2番市役所で職員がボランティアの参加者に話しています。参加者はこの後まず 何をしますかおはようございます。お集まりいただき、ありがとうございます。生活に困っている方への食料支援として、前回を上回る数の食品の寄付が集まりました。本日は皆さんに、これらを袋に詰めていただきます。当初の計画では、机に食品を並べて、そこから自由に持って帰っていただくことになっていましたが、 何種類かの食品を一つにまとめてお渡しすることにしました。あらかじめ食品を缶詰、ご飯など種類ごとに分けて段ボール箱に入れてありますので作業をお願いします。また準備が整いましたら配布を開始しますが数に限りがありますので事前に食料支援に申し込んだ方にだけ配布します。入り口での申し込みの確認もお願いします。 参加者はこの後まず、何をしますか三番大学で、女の学生と男の学生が話しています。女の学生はまず、何をしますか 森田さん、うちのゼミの10周年記念の冊子の作成、私も何か手伝いたいんだけど。あ、上野さんありがとう。研究室の先輩の皆さんに写真とメッセージをもらって冊子に載せるんだ。製本は印刷会社にしてもらうけど。うん。何手伝おうか。昨日提出の締め切りだったんだけど、まだ出してない人がいるから、連絡して催促しなくちゃいけなくて。これやらないと先に進まないから、やってくれる 実は、紙で出してきた人と、メールでデータを出してきた人がいるから、誰がどっちで出してきたかをリストにして、印刷会社に送らないといけないんだ。でも、全員が出してくれないと、リストもできないし、困ってるんだよね。うん、わかった。このままだと、印刷会社へ送るのが間に合うか心配だから、一度電話して、少し遅くなってもいいか聞いてみようかな。そうだね。電話してみたらうん。あとは、表紙のイラストの確認。 イラストが完成したら、上野さんも意見聞かせてくれる。オッケー。女の学生はまず。何をしますか。四番。 会社で男の人と課長が話しています。男の人は資料をどのように修正しますか課長すみません。新商品のクッキーの社内プレゼンテーションですが、資料を直してみたので一度見ていただけますかはい。えー、前に指摘したパッケージのデザイン修正しましたそれについてはここにイラストを載せました。ああ。 これなら商品のイメージと合いますね。ええー、と、社内の試食会のアンケート結果だけど、ここには5段階評価の結果のみが書かれてますが、自由記述欄のコメントを追加するように言いましたよね。あ、はい。まだ作業中でして。実際に商品開発が始まったら、その部分がかなり重要になってくると思うから、必ず入れてくださいね。わかりました。 原材料の説明については短くまとめられてるし、開発スケジュールについては前回から変更になってますが、これは営業部の許可も得てますよね。はい。では、急いで進めてください。男の人は資料をどのように修正しますか 5番観光バスの中でバスガイドがツアー客に話していますツアー客はバスを降りた後まず何をしますか皆様バスは東町武家屋敷に到着いたしましたこちらは江戸時代に武士の住まいとして建てられました入場の際に記名が必要ですが団体での見学ですので お名前はこちらで事前にまとめて提出しております。屋敷に上がる前に庭園で集合写真を撮りますので、入り口で来場者のバッジをお受け取りになった方から順に庭園の方にお回りください。記名は不要ですが、バッジは忘れずに受け取ってください。撮影後、まず中の資料コーナーで、東町武家屋敷の特徴や歴史についてのビデオ上映があります。 ツアー客はバスを降りた後、まず何をしますか六番老人ホームで職員の女の人と男の学生が話しています男の学生は今日、何をしなければなりませんか 山田さん、今日、職場体験二日目ですね。昨日いろいろやってみて、ここの一日の流れはだいたいつかめましたかはい。じゃあ、今日もよろしくお願いします。運動の時間は、お年寄りとコミュニケーションをよくとって、一緒に体操もしてもらえますか途中で私は昼食を並べる作業に回るけど、山田さんはそのまま続けてくれていいです。わかりました。昼食の時間に、 山田さんも休憩をとってくださいね。職員の休憩室を使ってください。はい。昨日は入浴後、髪にドライヤーをかける作業をやってもらいましたが、どうでしたかああ、他の人の髪を乾かすの初めてだったんで緊張しました。いつもの職員の方とやり方が違ってるから嫌がられてないかなとか気になりました。そう。今日も皆さんの反応を見ながらやってみて、判断が難しい時があったら、 すぐ職員に聞いい。てくださわかりました男の学生は今日何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番セミナーで司会の女の人と社長が会社の取り組みについて話しています。社長は取り組みの意外な効果は何だと言っていますか意外な効果です。 石田さんの会社では座禅の時間を導入されたとお聞きしましたが詳しくお伺いできますかはい我が社では5年前から朝に座禅の時間というのを導入していますただ座禅といいましても自分の席で椅子に座ったまま目を閉じてリラックスして静かに15分程度過ごすという取り組みです業務開始前に静寂の時間を設けることで オオンととフを切り替えることが当初の目的でしたはい朝の座禅を続けていくうちにこの時間が各自が抱えている課題について整理する時間となりました以前に増して仕事に集中できるようになり業務の効率化が進み残業も減るなど思いがけない影響がありましたこの分ですと社員の健康の促進も望めるのではないかと思っていますまた おかげさまでこの取り組みは社外でも評判となりより良い人材の確保につながると良いなと期待しています予想外の効果があったんですね素晴らしい取り組みですね社長は取り組みの意外な効果は何だと言っていますか 2>, 2番。ラジオで男の人が話しています。男の人は引っ越しの料金を抑えるためにどうしたと言っていますか 春の引っ越しシーズンですね。僕も先日引っ越ししたんですが、引っ越しってお金がかかりますね。安いって評判の業者に頼もうと思ったんですが、ネットの口コミを見たら、作業が雑だってあったんで、前に頼んだことのある業者にお願いしました。平日だったらもっと安くなったんですが、今回はどうしても引っ越しの日が週末になっちゃって。荷造りを頼めるサービスもあって、 頼みたかったた。んですけど、やめました他に料金を抑えられるところがなかったのであ僕はなかったんですけど「冷蔵庫とかいらない家電があったら自分で処分の手続きをした方がいいですよ」代わりに処分してくれる引っ越し業者もありますが高くついちゃうらしいです男の人は引っ越しの料金を抑えるためにどうしたと言っていますか 3番テレビでアナウンサーが漫画美術館の館長にインタビューしています館長はこの美術館を建てた目的は何だと言っていますか こちら未来漫画美術館は今年開館15周年を迎え漫画のファンの間でも話題になっています。館長の原さん15周年おめでとうございます。ありがとうございます。原さんのお父様で10年前に亡くなられた漫画家原誠先生がお作りになった美術館ということですが。はい。父が若かった頃は漫画の原稿は 出版されてしまえば紙くずも同然の扱いだったそうです。それが20年ぐらい前からは手書きの絵の価値が認められるようになり、人気作家のものとなれば高額で取引されるようになりました。きちんと保管する場所がないと盗まれたりするなんてこともあるんじゃないかと父が申しておりました。その状況に原先生は非常に危機感を抱かれたということでしょうか。はい。 父の考えに賛同する他の漫画家の方からも原稿を寄贈していただき、美術館を設立し、保管することにしました。また、この事業は、日本の漫画文化に貢献するものとして、政府から助成を受けることになりました。お父様の意志が立派に引き継がれているわけですね。館長は、 この美術館を建てた目的は何だと言っていますか4番テレビでアナウンサーが機械メーカーの社長にインタビューしています社長は客に何が一番喜ばれていると言っていますか 今日は株式会社富士の小山社長にお話を伺います。御社で開発された海水から氷を作る製氷機、注文が殺到しているそうですね。製品について少し詳しくお伺いできますかはい。魚の冷蔵用の氷を作る機械なんですが、手頃な価格で小型の船にも設置できるサイズが最大の特徴です。魚は捕獲したら鮮度保持のため、 すぐに冷却しなければなりません。ですから、船には大量の氷が必要となります。ところが、従来の製品は非常に大型のため、陸上で氷を作り、それを船に積むという作業が必要で、これが本当に大変な作業だったんです。なるほど。その作業がなくなったと。では、今は船で氷が作れるんですね。ええ。港を出る際に氷を積まなくて済む分、 燃料費などのコストが削減できます。つまり、取れる魚の量は同じでも、高い利益が見込めるわけです。何より、この点が好評を得ています。お客様には、やっぱり重要な点ですよね。そうですか。氷も以前とは異なっていると伺いましたが。はい。海水から粒の小さな氷を作るんですが、この氷で魚を隙間なく包み込むと、魚は動きませんし、 傷むことも少ないんですよ社長は客に何が一番喜ばれていると言っていますか五番ソフトウェア開発のコンテストで司会者の女の人と高校生が話しています高校生は 優勝できた理由は何だと言っていますか 高校生によるコンピューターのソフトウェア開発のコンテスト優勝チーム西山高校のリーダー鈴木さんですおめでとうございますありがとうございますでは開発されたソフトウェアについて説明してもらえますかはい僕たちは虫が大好きで僕たちのような虫好きの人が虫の観察をより楽しめたらいいなと思ったのがきっかけでこのソフトを開発しました 虫を見つけた時にインターネット接続された携帯機器などで撮影すると自動的にデータベースから検索されて虫の名前がわかりますそしてわかった虫の名前と撮影時の場所が自動で記録されます素晴らしいですね自分たちが興味があることだったので夢中になってやりましたそうですか勝利の決め手は何でしょうかうーん試作品ができた段階で小学生に頼んで実際に使ってもらい その声をもとに改良を重ねたことが結果に結びついたのかなと思います価値観が近い友達とチームを組んでできたのでとても楽しかったです高校生は優勝できた理由は何だと言っていますか6番テレビで アナウンサーの男の人とレストランの社長が話しています。社長がレストラン経営で一番大切にしていることは何ですか 大人気のレストラン、桜の経営者の本田さんにお話を伺います。ランチ一日限定100食、お昼のみの営業ということですが、どうしてこのような経営方針を取られているのですか従業員の働く意欲を維持するためです。100食という上限が決まっていると、それに達したら終われるので、お客様が多く来店し、忙しくなっても頑張れますが、上限がなく時間で区切ると、 お客様が多ければ多いほど大変に感じますああなるほどそうやって売り切れを毎日の目標にすると残った食品を捨てるといった食品ロスもほとんどないのではないですか食品ロスはほぼないと言えますねそれによってお店の利益も上がりますただ夜も営業した方が売り上げは増えるのではないかと思うのですが確かにその通りですただランチだけにしているのは何より 私と従業員のみんなが無理なく働くためで、経営の柱なんです。昼だけ開けていると言っても、仕込みも片付けもあって、労働時間はちょうど9時から5時くらいなんですよ。昼だけの営業というのは、お客さんにとっては不便なのではないでしょうか。その側面はあるかと思います。ただ、その分妥協しない商品の提供とサービスを心がけているので、お客様に満足いただけているのではないかと思っています。 社長がレストラン経営で一番大切にしていることは何ですか7番大学の授業で先生が話しています。先生は この「だと言っていのすか。こは「社会文化概論」の授業では 毎回、社会と文化に関連する様々なテーマを扱っていきます。皆さんは社会と文化を分けて考えているかもしれませんが、それらはつながりがあることを理解していくことが大切です。授業は講義と討論の組み合わせで行います。講義や討論を通して、文化と社会とのつながりを考えた上で、現在、社会で起きていることを自分の身近なこととして捉えることが、この授業の目指すところです。 そのためにもそれぞれのテーマに基づいて建設的な議論を進めていきましょう先生はこの授業の一番の目的は何だと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを

特にノートやペンの開発に力を入れています。ベテラン社員が中心になって商品の企画と開発を行っていた時期が長かったんですが、5年前から入社間もない社員のアイデアも積極的に取り入れようということになりました。そこで開発チームに新入社員を入れ、新入社員に企画案を出してもらうことにしました。経験が浅いため発送するものの中には実現不可能だったり、 一見くだらないと思えるものも多いんですがその発想に対してみんなで一緒に意見を出し合うことによって良いものに発展することもあります文具メーカーの女の人は何について話していますか 1, ?1 今後開発予定の商品 2, 2 ベテラン社員の企画力の高さ。3売れる文具に必要な条件。4新商品を生み出す方法。二番 会社で部長が話していますこの度我が社では本の要約サイトが利用できるように法人契約を結ぶことになりました。これは本の内容を短く要約して提供してくれるサービスです。社員の皆さんはサイト内の本の要約が読み放題となるわけです。サービスの対象となる本は主にビジネスや政治経済関連のもので、 一冊分の内容が4センチ程度にまとめられています。つまり一冊につき10分ほどで概要がわかります。営業先でお客様からのご要望を伺う際にビジネスに関する知識や最新の情報が不足しているとせっかくのビジネスチャンスを逃すばかりかお客様の信頼まで失いかねません。幅広い知識は武器だと心得活用しましょう。 部長は何について話していますか 1, ?1 人気がある本の要約サイト 2, 2客へ提供する新しいサービス3効率的に仕事を進める方法4要約サービスの利用の進め 3番大学の就職説明会で大学の女の職員がある会社の人事担当の人にインタビューしています森川産業人事課の中山さんにお話を伺います早速ですが採用試験のグループディスカッションについてお話を伺いたいと思います弊社ではチームで仕事を進めることが多くチームワークが大事になってくるため 二次試験でグループディスカッションを行っています二次試験では具体的に学生のどのような点を見ているのでしょうか一次試験の書類選考では分かりにくい集団の中でどんな役割を果たす人なのかを見ています人間性やリーダーシップ協調性などですそうですかグループディスカッションでは自分にとって詳しくない分野のテーマにあたることもあるかと思いますでも私たちは学生の知識や専門性より 集団でで結論をを出すすままの過程を重視していますではテーマについて詳しくなくても心配する必要はないとそうですねたとえ自分が詳しくない分野でもグループとして最高の結果を出すために自分には何ができるのかを考えてほしいと思っています自分の役割を考えてチームに貢献する姿勢というのは社会に出てから大切ですからね今日は貴重なお話ありがとうございました 人事担当の人は何について話していますか 1, 1採用選考の過程で重視していること 2, 2入社前に勉強してほしいこと3最近の就職希望者の傾向 四チームでの結果の出し方四番。講演会で消費者問題の専門家が話しています。近年日本でもインターネット上で不用品などの売買取引をするオークションサイトが普及しています。 一般の人も気軽に出品でき定価よりも安い値段で手に入れられることが多いためですその一方で人気のある商品を買い占めて高額で別の人に売るという転売を行ったりする場合があります特に高額転売に関しては一部の商品以外は現在取り締まる法律がありませんサイト側の自主規制に委ねられていますが十分とは言えません 他にも出品に関するガイドラインが十分整備されていないことや受け渡し方法の取り決めなど早急な改善が必要です専門家はオークションサイトの何について話していますか ?1 買い手にとってのメリット 2, 2売買における禁止事項 3新しくなったガイイドライン。4運営上の課題。5番。ガラス瓶の製造業のシンポジウムである会社の女の社員が話しています。 ガラス瓶は近年消費者の需要が低下し30年前と比較するとほぼ半減しています。現在でもシニア世代は食品や化粧品の容器としてガラス瓶の高級感を重視する傾向がありますが若い世代はプラスチック素材より高価で扱いにくいガラス瓶を敬遠しがちです。こうしたガラス瓶に触れる機会が少ない世代がシニアになると 需要はささらに落ち込むと予想されますこの年代にも魅力を知ってもらえるようこれからはガラス瓶をインテリアとして用いるなど容器以外の用途で楽しむ方法を提案し新しい価値を持つ商品作りに挑戦していくべきではないでしょうか女の社員はガラス瓶についてどんな話をしていますか 1, 1. 今の若者に対する需要の開拓。2. 2素材自体の利点。3. 容器としての利用価値の高さ。4. 現在のシニア世代のニーズの拡大。 6番大学の授業で先生が話しています今日は地球温暖化特に日本の気温上昇と気候の変化について考えます大気中に含まれる水蒸気量は気温の上昇とともに増加します近頃では温暖化の影響によって水蒸気を多く含む湿った大気が発生しやすくなっています この湿った大気が極端に冷たいところに流れ込むと大雪が起こりやすくなります。この現象が起こるのは一部の山岳地域や内陸部に限られているのですがそれによる被害が出ており近々政府もその対策に乗り出すとのことです先生は何について話していますか 温暖化の原因が分かったこと 2, 2温暖化によって雪が降らなくなること3温暖化で雪の量が増えるメカニズム4温暖化に対する政府の対策 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 1番山下さん東町の工事スケジュールがかなりずれ込んでるって ?1 おかげさまで順調に進んでいます2おっしゃる通り完成まであと一歩です3天候が悪くて遅れが出ています 2>, 2番、昨日のドラマ、思いもよらない展開だったね。1、1> 最初からどうなるか分かってたの 2>, ?2、予想通りだったね。3、ほんとびっくりしたよね。 3番。中川さん、来年度の予算の件、部長と話し合ったところで、変更は難しいんじゃないかな。1。ええ、話しても仕方ないかもしれませんね。2>, 2。あ、やっと話を聞いてもらえたんですね。3。話し合ったのに難しそうなんですか。 4番本日の健康診断の結果をお伝えしますので、来週の火曜日以降にお越し願えますか ?1 火曜日に電話すればいいんですね。2では火曜日に参ります。3ああ、火曜日に送っていただけるんですか。 5番、駅前の病院、夜中だろうと休日だろうと見てくれるらしいよ。1、1> 休日だけでもやってほしいね。2>, 2、それは助かるね。3、夜中と休日だけ見るって珍しいね。 6番。田中くん。この大会、田中くんの努力あっての優勝だね。1。頑張ったんだけどね。2。2> もっと努力した方が良かったってこと 3>, ?3。みんなの応援のおかげだよ。 7番。ゆうた今日の宿題、ほったらかしにしてない ?1。もうやったってどうしてわかるの ?2。2> 何にもやらなくていいんだね。3>, 3。もうちょっと後でやるよ。 8番。課長、今日のプレゼンですが、取引相手にも事前に資料を渡しておくべきでした。1>, 1。そうですね。今後は用意するようにしてください。2。2> 資料、渡しておいて正解でしたね。3。相手も事前に見られて良かったんじゃないですか 9番、授業の課題で最近切羽詰まってるんだ。1、無理しないでね。2、2> 諦めちゃったんだ。3、楽そうでいいね。 10番。あ、佐藤さん、お借りしていたビデオカメラ、明日にでもお返しに上がります。1>, 1。ああ、いつでも構いませんよ。2。2> わざわざ送っていただかなくても大丈夫ですよ。3。こちらから伺うのはちょっと難しいんですが。 11番。先輩、内田電機との打ち合わせ。先輩がいなければどうなっていたことか。1。結局間に合わなかったね。2。2> ごめん、私の発言で混乱させちゃったね。3>, 3。役に立ててよかったよ。 12番。新商品の販売イベントの成功は晴れるか否かにかかっていますね。1>, 1。天気によって客の集まりが違いますからね。2。2> 天気に関係なく成功するってことですか ?3。天気と客の数には関連がないですもんね。 13番。内田さん。内田さんが開発したこのメガネ。デザインもさることながら、軽さが見事ですね。1。確かにデザインは改良の必要がありますね。2。2> デザインも軽さも売りなんです。3>, 3。それなら、初めから作り直します。 問題5問題5では長めの話を聞きます。問題用紙にメモを取っても構いません。1>, 1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ 選んでください。では、始めます。会社で、部長と社員二人が話しています。毎月部内会議をやってるけど、会議に時間を取られすぎているという声がありますね。やはりそう思いますか。そうですね。会議が長引くことも多いですし。 議題をもう少し絞れないんでしょうかみんなで話さなくてもいいことも多いんじゃないですかでも、減らしすぎると、この部の課題が共有できなくなって、チームとしての仕事が難しくなると思います。ええ、情報共有は私も意識しています。議題自体は、毎回適切に設定されていると思いますよ。じゃあ、会議の予定の終了時間になったら必ず終わることを徹底するというのはどうですか それ、他の部で前にやってましたが、みんな時間を気にして意見が出にくくなったそうです。それだと意味がないですね。会議の資料を事前に送っていただいていますが、資料に目を通すだけじゃなくて、意見や提案があれば、会議の出席者に前もって知らせておくというのはどうですかどんな意見があるか共有されていれば、会議で話し合う時間が短縮されると思います。なるほど。 会議の前に意見を取りまとめないといけなくなりますね。そこまでしなくても意見があれば出席者全員にメールで送っておいてもらえば十分だと思います。じゃあ次の会議からやってみましょう。この部では新たに何をすることにしましたか 1, ?1 会議の議題を絞る。 2会議の終了時間を守る3事前に出席者に資料を送る4出席者の間で事前に意見を共有する 2番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めますシンポジウムで司会者が話しています その後、男の人と女の人が話しています。えー、第1部では、一生健康でいるためにというテーマで、4人の先生方にお話を伺いました。第2部では、4つの部屋に分かれ、それぞれの先生を囲んで、直接意見交換をしていただきます。ご興味に合わせて、各部屋に移動してください。まず、1番の部屋は、 予防医学の検知から睡眠や栄養について紹介していただいた川西先生です。2番の部屋は高齢者の心の問題とその対応についてお話しされた杉山先生です。3番の部屋は丈夫な体を作る体操についてお話しくださったスポーツトレーナーの高橋先生です。4番の部屋は 病気の治療法に関する最新情報についてお話しくださった池田先生です。では、10分後に開始します。第1部、勉強になりましたね。私、最近、スポーツジムに通い始めたんですけど、頑張って続けようと思いましたよ。へえ、じゃあ、第2部は、スポーツトレーナーの先生のところに行くんですかうーん、実は、最近よく母が、 年をとってできないことが増えてきたって落ち込んでて。だから、母を少しでも元気づける方法を聞きたいと思ってるんです。そうですか。いいアドバイスが聞けるといいですね。私は、病気を未然に防ぐ方法について話を聞こうと思ってます。最近、頭痛がひどくて、病院に行って検査を受けたんです。え、そうなんですか結局、特に何も悪いところは見つからなくて、 寝不足が続いて疲れが溜まってただけみたいなんですけど。でも改めて睡眠とか日々の生活習慣って大事だなぁと思うようになって。だからその話を聞きに行こうと思ってます。質問1男の人はどの部屋に行きますか 質問2女の人はどの部屋に行きますか <music>